下腹が気になる方は今回のレッグレイズのやり方でやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、下腹にしっかり効かすやり方ということで、レッグレイズの応用編を紹介します。レッグレイズといえば足を動かして下腹に効かす腹筋なんですけども、通常のやり方だったらですね、下腹に効きにくいです。そして何かを手につかんでですね、ベンチとか手につかんで足を動かすっていうやり方はですね、お腹にしっかり力が入る人じゃないとあんまり効きません。というのも、体を手で支えて手に力が入る、そして手に力が入るために足を上げる力が入りやすい。そうすることで二の腕と太ももの前に効きやすくなります。で、物を持つことによって力が逃げますから、下腹に効きにくくなるということなんですけども、今回は床でやることでしっかり腹筋に効かすことができます。やり方を説明します。はい、通常はですね、手を下について、まず腰を床につけた状態から足を動かすですけども、腰が浮いちゃう方はお腹に力が入らないので腰に力が入っちゃいます。まず腰が床につくっていうのがまず条件です。足を伸ばしたら腰が浮く方はちょっと膝を曲げると腰がつくんですけども、お尻が全部床についた状態で足を動かすとですね、足に力が少し入ってますからお腹に効きにくいんですけども、これをお尻をこのついてる部分を少し上げて、少し手で踏ん張ってお腹に力を入れたまま足をゆっくり下ろしていく。お尻がつかないように、お尻を上げたままで足をゆっくり動かすことでお腹にしっかり力が入ります。でもこれがですね、お尻が足と一緒に降りちゃうとお腹の負荷が少し逃げます。ですので、できるだけお尻が上げて腰だけついてる感じでレッグレイズを行うと少ない回数で効きます。これがもし難しい人はですね、お尻がついた状態で行うよりもまだですね、片足を曲げておいてお尻を持ち上げて足を動かす、片側ずつ腹筋を効かす感じです。この方がまだいいです。完全にお尻がついた状態で足を動かすとあんまり効きません。ですので、今回は下腹にしっかり効かす方法としては、お尻をできるだけ持ち上げた状態で片足ずつゆっくり動かす、もしくは両足でゆっくり動かすことで、だいたい5回ぐらいでしっかり腹筋に効きます。今みたいに下腹をしっかり効かす、お尻を上げた状態っていうことは、お尻が上げている状態になると腹筋が収縮した状態を初めからキープできます。お尻がついて足が伸びてる時っていうのはお腹の力少し抜けてますから、抜けた状態からだんだん力を入れるっていうよりも、お尻をまず浮かした時点で腹筋に力が入る、そこから動かしていくことで力が抜けずにですね、下腹にガツンと効かすことができます。ということで、下腹を効かす方法としてですね、今みたいなやり方をやってもらえたらと思います。頑張った方、勉強した方、よかったらグッドボタン、コメント、シェアもよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。